今回、なんていうか、いろいろお話ししたいんですけど、はい、多分一番そのなんていうか、まあ、ビットコインスタンダードを読んでよかった読んでよかったっておかしいですけど、なんか、うん、個人的に思ったのはその、まあ、よく英語圏で、FUD, FUD で、まあ、Fear, Uncertainty だとか、あの、まあ、そのつまりビットコイン大丈夫なのみたいなこう心配に、うん、右往左往することがなくなったっていうのが多分結構あって、で、まあ、電力問題もそうですし、なんかビットコインってこれ詐欺じゃないのとか、まあ、なんかただのギャンブルでしょだったりとか、まあ、こうだから中国がハッシュパワーの、半数以上持ってて中国がコントロールできるんじゃないのとか、まあ、これ以外にも、まあ、ダブルスペンドだったりとかいろいろあるんですけど、じゃあこのあたりのちょっと、ファッドをまあ、大丈夫だよっていうところは 100% 言うことはできないんですけど、まあ、ネイキさんのちょっとお答えっていうところを聞いていこうかなと思っております。はい、一番最初多分、まあ、一番よく言われるのが多分電力じゃないですかね、最近だと。そうですね、最近のその投資の流れとして ESG でした。はい、ね、環境に配慮して、はい、そういうところも加点したなんかこう銘柄選びみたいのが株式とかで今やっているので、なんかその流れがビットコインにも来てるとか、なんかこうかなり攻撃が激しくなってますよねで、まあ、もちろんそのブロックチェーンのやり方は、一つじゃないので、他のこうプロジェクトが、まあ、POS だったりとかそれ以外 の、はい、あのバリデータを作ったりとかいろいろ、まあ、動きがあったりで、まあ、ビットコインはビットコインで、まあ、プルーフォーワークではあるんですけども、はい、サステナブルエネルギーへの移行っていうのが、いろいろな、まあ、ファンドだったりノンプロフィットが移行してるんですけど、このあたりはなんかネギさんの考えっていうところをちょっと聞かせていただいて、うん、最初やっぱりその話が出てきた時って私もなんか、あ、じゃあやっぱりリニューアブルにどんどんこう移行しなくちゃいけないんじゃないかとかなんかこう考えたんですけど、でもそもそも論としてエネルギー消費って別に悪じゃないじゃないですか。人類の歴史を見てもその文明の発達とかあとはその GDP の成長っていうのは本当にあのエネルギー消費量の増加で裏打ちされてきたみたいな面もあるので、まずエネルギーを使うのが悪っていうところはちょっと嫌だなっていうのがありますね。で、まあ新技術っていうのはその古い技術に比べてそのエネルギーを多く消費するっていうのは、まあ自動車馬車の例に限らず洗濯いった洗濯機とかいろいろな例で、まあ真なわけですよそれは。ただその消費電力が増えるのとトレードオフで、まあ豊かな生活だったり便利な生活を手にしているわけで、じゃあその環境破壊を止めるために選択いたで選択しますかって言ったら選択しないじゃないですか。でそういう後戻りできないところに来ているのに、その消費量にこうなんかフォーカスして議論をしているところがまずなんかちょっと気持ち悪いなというのがありますね。でそうではなくって、やっぱりその持続可能かつその環境負荷が少ないエネルギーに乗り換えていくっていう方向にまず話を持っていきたいっていうところが問題点ですね。なるほど、まあ、本当に確かにフォーカスポイントが結構ずれちゃってる、はい、あの議論をよく見るなとは思っていて、まあ、電力イコール悪みたいなっていうのは確かに違うかなと思って、なんか多く電力を使うものは全部良くないみたいなっていうのはちょっとまた違っていて、まあ、別にそのなんかイノベーションだったりとかこう何かしらその社会的価値があるのであれば、まあ、もちろんそのサステナブルエネルギーの方に移行しないといけないですけども、環境破壊っていうところは重要、まあ、保全かは重要だと思うので、うん、そこは確かに本当におっしゃる通りかなとは、思います。で これからおそらく、まあ、ハッシュパワーだったりとか、まあ、一旦、その中国の禁止令で、下がりはしたものの今またどん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 上がってきていて、うん、このあたりは、まあ、おそらく今後も上がっていくんじゃないかなっていうのが、そうですね、しばらく上がりますよね。なので、あとまあそのマイニングのハードウェア自体もどん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 やっぱりアップグレードがかかっていますし、今後なんていうか、まあ、この電力を使う使わないっていうよりかはこのビットコインって価値があるんだっけないんだっけっていうところをまず考えて、でそれに裏打ちされるこう電力が、まあ、なんていうんですかね、持続可能な形で提供されればいいんじゃないかっていうような、はい、そうなんですね。なんかこうよく数字がやっぱり一人歩きするところがあるじゃないですか。で例えばその去年2020年の実績データでマイニングってその62テラワットアワーっていう消費量
でもそれ聞いてもふーんってそれでそのふーんっていうのをこうマスコミとかはやっぱなんかこうリレートしなくちゃいけないっていうのでよく出てくるのがアイルランドの食品ロス、その国をよく挙げるじゃないですか。挙げますね。でもその国挙げられたってって感じじゃないですか。そうですね。だからその大きさ的にはまあその国と同じぐらいの規模っていうのはもちろんあるんですけれども、もっとこうなんだろう、対象とすべきは例えばアメリカは日本みたいにこう洗濯物をあんまり外に干したりする習慣がなくって、もうあの洗濯乾燥機に突っ込むっていうそういう慣習があるんですけど、そのアメリカの乾燥機の消費電力だけで108なんですよ。62のビットコインに比べて乾燥機が108ってどうなのとか。あ、そうなんですか。あ、そうなんです。僕知らなかったです、それは。そうなんで、冷蔵庫は630とか、なんか10倍以上使ってるわけですよ。でも冷蔵庫はこう食品保全とかその無駄を防ぐとかで、乾燥機は分かんないです、時短とかそういうのがあるのかもしれない、アレルギー対策とかあるのかもしれない、そういう価値があるからみんなこう容認してるわけじゃないですか、はい、で、あ、そのビットコインの62だって別にそのね、ネオンを赤々とつけてとかそういうわけではなく、ちゃんと社会的な、社会にこう価値を還元、あの、まあ、提供してるわけですよ。なのでちょっとその比較がまずおかしいでしょというところと、あの、まあ、いかにこれを使ってるんだよっていうのを見せるためのね、あの、うん、ヘッドラインを取るための比較になっちゃってますね。そうなんです。で、まあ、そのさっきも言ったように消費電力が実はそのサステナブルな方向に行けばいいんですよねみたいな話の流れから言うと、 CO2 排出に関してもそのビットコインって33メガトンっていう量らしいんですね。これが多いか少ないかもよくわかんないんですけど、まあ、金採掘、金のマイニングは101とか、金のマイニングの3分の1とかなわけですよ。で、アルミニウムは1000とか、鉄鋼生産に関しては4000とかって、そういう数字がある中のビットコインマイニングは33なんだよっていうところとか、まあいろいろあるんですけど。これは本当にまあフレーミングの仕方ですよね。そうなんですよ。なんか悪意を感じますね。なんかあの、まあ結構そう物理っていうかこうなんだろう、あの、まあビットの世界にこんなエネルギーかけていいのっていう多分ところがポイントだかなとは僕も思っていて、まあそのアトムの世界って結局まあ金もそうですし、まあ、そのパソコンの一発に使われるだったりとか、アルミもそうですし、銀もそうですし、いろいろなその実物にこう使えてるわけですよね。で、まあ多分人間というか、まあ、まだその社会自体がこのビットというか価値を担保するためにどれくらいのエネルギーがかかるかっていうようなあのものもわからないですし、その逆にそれにその分散化を、まあ、なんていうの、犠牲にして、まあ、他のバリデータの形にするだったりとか、多分そのあたりってまだコンセンサスが取れてないので、これからやっぱりそのやっていくべきことはその今根木さんがおっしゃってたように、まあ、正しいそのフレーミングの仕方とか比較の仕方だったりとか、まあ、その価値を、まあ、ビットコインの価値だったりそのポジションだったりとかっていうところをこうより多くの人たちに知ってもらうっていうところが一番最初な気がしますね。そうですね。あとアメリカとかだと最近そこからもう一歩踏み込んで、実はそのビットコインマイニングっていうのはそのエネルギー効率の向上だとか、そのサステイナブルエナジーへのこう移行に実は寄与するんだよっていう話も出てきてるじゃないですか。うんうん、そうですね。洋上電力を使うとか、はい、あとはその原油採掘の過程で出る有害なフレアガスとかを使って、まあ、マイニングすれば、その排出されるガスはちょっとその環境に優しいものになるとか、うん、そういうところですよね。だからそうですね。なんか新しい街づくりをマイニングをベースにしてから、その、うん、まあ、結局電力を移動させるときに電力を失ってしまうから、はい、その何もいないところに、まあ、街を置いてそこでマイニングをするだったり、なんかいろいろこう 見方によってはポジティブなところもあるんですけどね。はい。この辺の話はね、まだ日本にはほとんど伝わってない。そうですね。アメリカ結構今この話で持ちきりじゃないですか。マイニングサミットとか。いや、すごいですね。すごいですよね。テキサスとかニューヨークとかめちゃくちゃやってますね。その、マイニング自体にイノベーションを起こすんだっていうのはすごい感心しました。はいはい、なんか、マイニング自体って、あの、まあ、一番最初僕がビットコインとかいろいろ勉強した時って、まあ、そこ自体は、あの、なんていうか、
まあ、イノベーションっていうよりかもうその仕組みがイノベーションなんであって、はい、マイニング自体はただまあ ASICS 回していけばいいじゃんっていうだけかなと思ってたんですけど、うん、そうですよね、全然違うみたいな、あここすごい面白いっていうのは確かにあって、本当にそうなんだ、なんかビットコインやり始めるとどん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 こう興味が広がって、なんかえこの分野も勉強しなきゃいけない、ね、いや本当に今オイルガスインダストリーとか勉強してなんでこんなの今更勉強しなきゃいけないだろうっていう、いや分かります分かります分かります、なんかあの本当にビットコイン、あこれネリックさんもちろん知ってるんですけど、この入る人たちでよくラビットホールとか、はい、あのまあオレンジピールとか いろいろこう言い方をしますけど、まあ、本当にその通りで、こう一つなんか分かったらまた知らないものが二つ出てきてあれ なんだっけこれみたいな、でまた経済学とか勉強したら、あ今度こっちも分からない、ゲーム理論みたいな感じで広がっていくのは面白いですよね、本当に何にも分かってないじゃないかっていう結論ですよね。本当にあの、いや、サトシのこと本当にこの9ページのホワイトペーパーによくこれ詰め込んだなみたいな。本当ですよ。いや、めちゃくちゃですね。本当に。楽しいなと思います。そう、なんか私エンジニアじゃないんで、ホワイトペーパー最初に読んだ時に、はい、何にも感じなかったんですよ。大体理解もできなかったし。はいはいはい。なんでこれにみんな感動するんだろうとかっていう感じなんですけど、今になってね、その凄さが。そうですね、あのまあ、ホワイトペーパーは分からなくてもこのビットコインスタンダードを読んでいただければねそビットコイン分かるんでぜひ読んでください。